はい、いいっすよ。え、これどういうふうに、どういうふうにでも、うん、手元を全然落ちたよ。意外と大丈夫、意外と割れない。もちろんもちろん壊れるまで。あ、早い。2回、はい、簡単にこれ終了で、はい、で、ほら続けて倒したらやります。はい、行きまーす、はい、瞬間接着剤です。壊れた、まだいける。叩いたところ2回ですね。じゃあ行きましょう、本命の、本命の 68X3 から1番から行きますか。ドキドキするなドキドキするな。これアルミですよね、はい、そう、アルミ、アルミですよね、はい、X3、 はい、いきます。 X3100%、 はい、おー、全然壊れそうにない。どう、全然大丈夫ですか。一応2回クリアした。2回クリアしたいや、2回クリアしないとなこれ壊れるんですか、取れる。いや、壊すんだよ。壊れるまで叩くと、うん、壊すんだよ。4回目ちょっとこれはもしかして重労働、重労働だよ。だからでかいハンマー落ちたじゃん。5回目、いや壊れるよ。5回目も、うん、壊れるよ。多分年間のジャンプ本数ぐらい叩かないと。7、ちょっとこう、8、おせこい、せこい手に軍手した方がいい。なるほどね、はい、9、やばい、粘るね。10、だってこれ壊すんだからさ、君たちはそうですよね、そうだよ。確かに強いね。こんだけやってもね、俺壊れない。先にアルミが壊れそうですね。いや、アルミ壊してぶち壊すんさ。じゃあ手で曲げてみなよ。手で。手で。手で。うん。それも無理だよ。いや、キー台にして。ちょっと亀裂が入りました。うん。亀裂が。はい。あ、こうやってさ、こうやって、こうやって手でさ、曲げるんさ。手で曲げるんさ、こうやってさ、壊してみる。こうやって壊れてきてる。来た。で、こうやってさ、壊すんだよ。力持ってるだろうが。俺たち、だからさ、あの渡るきさんと田原さんつったら、こうやって壊すんさ。これ接着強いね。粘りもあるね。意外と。これじゃあ絶対アルミ板が折れる。じゃあ田原さん待ってるんで、田原さん変わる。こっちの 点数何点ぐらいで、ある程度田原さん、あの叩き壊してみてよ。これすでに10点。10点。だって自分で使う材料だからさ、5点満点中10点だ。10点。X3 強いね。すごいですね。ね。田原さんと綿貫さんの感触は同じぐらい強いよね。ばらつきはないよね。すごいっす。うん。瞬間接着剤と違う。全然違いますねこれ。はい。オッケー。すごい。強いよね。すごい。これこうやるとなんかあのアルミの部分が切れそうで、うん、くっついたところそのまま残りそうですもんね、うん、でも自分たちこれ壊すんだよ結局あんなラミネートしてるのにやっぱジャンプのあれ飛び込みのさ衝撃ってすごい強いんだよね。だからそうですよね。そう思わない？それ確かに。アル開発大変だよね。え、剥がれてるよ。しないですよやっぱり。いや剥がれるよ。いや、あの板から。ああ板から、はい、剥がれるよ。いや、ほとんど剥がれたことない。ああ板からね、はい、スキーのね、はい、
じゃあ3枚目は壊す必要、誰か希望者いる？ 3 枚目壊したい。すいません、これ僕ギブアップしていいですか？はい、わかりました。すいません、強すぎました。はい、じゃあそれが X3 ね、今使ってる。はい、はい、希望者いる？はい、はい、何その自信。3枚目あるから、はい、それをじゃあやってよ。これ取ったの、はい、これですよね。はい、いやいや無理だこれを。感触見てよ。X3 強いね。強いですね。 X5 負けだろって新製品負けたらやばいですね。強いね。強い相当、うん、あっちゃー強い。相当強いです。あの今までホームページで販売しないって書いてあるけど販売するって書きますか。強いわ。お、剥がれるって言って、でもここまで来てからどうしよう。剥がして剥がした状況で、あのどういう、はは、あ、やった。えらい。お、からのからの、でもこっからのどうするかって聞いた。無理だろ、どう考えても無理だろ。強いな。で、あとはね、剥がれ方が、あの、うん、両方にくっついてるかどうかっていうのが、接着剤が強いか弱いかっていう一つは基準なんだよね。パラッと剥がれるかどうかって。ちょっとあとはどうだろう。どうだろう。戻しますか。ごめん。戻せるかわかんないですけど。残念。あ、これ戻せない。強いわ。ちょっと無理ですね。下がやばい、ほんとすごい。すげえ。ちょっと瞬間とは比べもなくならないですね。なりませんね。瞬間諦めますって、こんなに弱いんで。そう、これじゃあこれが X3 ね。で、あと2番目 X5 新作。新作です、はい、これ残り叩ける元気あるかな。最後までいきますか。先行っていいですか。どうぞ。さて新作いきます。新作 X5 です。 X5強い、はい、お、やばい。なんかでもこっちの方が強い気がする。あ、そう。はい、いや、なんかあの強いか弱いか、強すぎてレベルわからないから、ね、わからないですね。けど全く強いね。強い感じしますよね。強いね。なんか見た感じ、あのこの接着のところが全然壊れてないよね。全然壊れてないですね。すごいです。うん、確かに。X5 は X5 なりの性能あるかもしれないよ。いや、これはすごい。さっきみたいに曲げてみたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、うん、もうちょっと叩くわ。もうちょっといじめて。これ実はこういう弱い衝撃に弱いんだもん。いやいやいや。そんなことはないですよ。白磷に強いか弱いかなんだよね。あ、うん、あ、全然剥がれなそう。え、強そう。さあ、田原さん、これで2シーズン持つか。そうですね。なんかえ、ちょっと来た。ちょっと来た。ああ、ちょっと来たけど。でもここあのくっついてるところは全然あれですよね。そうだよね。これちょっと出てた分が。うん、手前味噌になりますが、優秀、素晴らしい、うん、いやマジでごめんなさい、片脇さんチェンジです。はい、これね、疲れる。強すぎて疲れる。強えよ。
じゃあ行きます。はい。わあ、接着剤でもちょっといけそう。本当だ全然。これあの縦紙みたいんじゃないですか、あの。うん、縦にね、あ、そうじゃなくて違う、違う違う、ここ立ててこうだよね、そう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 、もう怖いな、剥離おぉー、大剥離、大衝撃すごい、一緒に曲がってます、いやいやいや、釘打ってるみたいだよいやいやいや、すげえこれすげえ、納得だよな。てかこんな強い接着剤見たことなんかあるんですね。ヒビも入ってない。ヒビ入ってないよね。はい。ね、すごい。これなんか。あれ、ホコタテ。ホコタテ。ホコタテいきます。ホコタテいけそう。ホコタテいけそう。ちょっと剥がれない接着剤バーサス、そうだね、金槌俺だったらもうちょっとで来るよ、あ、もうちょっと叩けばこうにですか、そう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 、あ、でもちょっと開いてきました、うんうん、で、壊れる度合いがどのレベルかだよね、あ、うん、もうちょい、いや、無理じゃん、いや、壊すまで行こうよ壊すまで行こうよじゃあ最後、あ、壊してるよでも木に刺さってますもん、いや納得ギブアップ、でも無理やりになってきますよね、やりたいやりたい、ちょっ と X3 とどう違いがある、なし、いや、なんかどうな、両方強くて本当わかんないっすね、うん、そうだね、でもこういうこともないじゃないですか、こういうこともないですもんね、そうだよね、うん、X3 よりなんか強そうな感じだよね、はいはい、これやばい、ちょっと戻してからの、またどうしてもやりたいいや、ここまで来たら意地になりますここまで来てからの曲げ、こうこうやっ、あ、こっち、そう、はい、そっちに、あー、ちょっと来た、行った行った、ちょっと来た、行きましたやっとおー、外れた、あー、いいね、両方に残ってるでしょ、はい、接着剤が、はい、おー、発火もしてるで、あの海面が凝集破壊って言うんですけど、はい、白くなってるでしょ、はい、だから全体がバキッと壊れるんじゃなくて、中でちっちゃくブシブシブシブチ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 中で少しずつ壊れてる、それで一気に全体が壊れないからパカッと剥がれない、いきなり壊れない、いきなり壊れない、うん、凝集破壊、うわ、両方とも白くなってるんで、いいね、海面剥離、お互い頑張って、ね、コツ分かりました、これ X3 ですけど、うんうん、チャレンジする？手怪我しないでね。はい、そっから割れそうでも、ちょ、逆にすればいいね。逆。逆？こっち。すげえ大変そう。いやでも、あ、いけそう。ああ。残念賞です。先にアルミがくたばりました。いやもうこいつ元気なんでいいですよ。これちょっと剥がれかけてたんで。じゃあ X3 と X5 はこれで、はい、とりあえずいいよね。はい、やりたい？やりたい？いやいいだろう。これだと意地になってる。X3 でしょ。X3 も、はい、剥がれるんですか、ね。X3 も剥がれると思いますよ。これもなんかでもアルミが先にやられちゃいそうだ、接着剤で作ったわけじゃないから別段、ああ、うん、これでもどっちが強いかわからない、横から叩いた方がちょっとは分かんないけど、うん、ニュアンス的には X5 の方がやっぱり強そうな感じだね、ヒビが入んなかったですもんね、うん、
あとはやっぱ測定値だな。無理じゃね。お、来た。手怪我 しないでよ。やっぱあの横から叩いたのよかったんだよ。横から、そう、横から叩いたから、ね、だいぶ OK。 OK ですか、うん、じゃあその3番目ハイブリッド、うん、ハイブリッド叩き壊さなくても感触見ればいいよね。はい、そうですね。なんとなくこの叩いた後に分かりますね。うん、X3 ハイブリッドいきます。はい。どうでしょう。感触。今使ってるやつだよ。完全に。ああ。ね、3回転で。そうですね。はいはい。ジャンプどうのこうのって倉さんが言ってたやつだもんね。そうですね、うん、やっぱこいつも強いですよね。強い、はい、あ強いよね。これが X3 より弱かったらちょっと1508、ね、入れてる意味がね。そうですねそこそこ強いよね。いやめっちゃ強いですね。あでも、うん、端っこ来ましたね、うん、あでもこのぐらい強ければ納得だな。いやでも3回転で板折れなかったのは初めてかもしれないです僕。何去年のシーズンが、うん、1本も1本も折ってないんじゃないですか。去年折ったかな。折ったっけ。去年折ってないです。折ってないよね多分、うん、最後僕見たのはあの手でへし折ったやつです。手でへし折ったやつ、うん、あの煽りかけてる時。ああ、やっぱり接着剤で売ろちょっと待って、これ全部強すぎて比較難しいんですよ全然全部5点。そうだね、はい、うん、納得だね。そして肉体労働半端ない、うん、まだ後があるからやめましょう。そうですね、うん、やめましょう、うん、X5? X5、うん、ハイブリッドのハイブリッド、はい、じゃあパワーあるわ。じゃあ行かせていただきます。俺もパワーなくなりました。 X5 X5 タミで叩いたんだよね自分はね、はい、X5 ハイブリッド、このハイブリッドじゃなくて、ね、じゃなくて 100% のやつ叩きました、うん、100% でね。多分これの方が本当に剥がれる気がしないです。あ、そう。いや、これ本当に剥がれる気がしない。うん。ちょっと見せて、じゃあ。あれは。これは本当だ。本当に剥がれる気がしないや。全然壊れないよ。見せてください。全然。まるっきり壊れないよ。本当だ。これは。うん。超綺麗に残ってるもんな。すげえ。剥がれる気がしない。ありゃー。壊れないだ。本当に。ちょっと絶対壊れないです。これね、でかいハンマーの重いやつ。はい、あとは壊すのは。角で壊すんだよね角で壊すかだよね。あら壊れねえよ本当に。これ本当に剥がれない。接着剤そのものは角でやるとちょっと似てきそうなのに、うん、全然そうね。あ外に出てる接着剤の余りみたいなところすら壊れない。でさ、本当だ。接着剤柔らかくするとこういう衝撃についてくるんだけど、これ硬いんだよね。うん、ほら爪で触ってさカチカチでしょ、はいはいはい、柔らか硬いみたいな感じですか。うん、うん、全然さ硬いけど割れない。柔らかさがないでしょ。硬いでしょ。硬くないと強度が出ないんだよ。あ、うんうんうん、ゴムみたいに柔らかいやつはさ、はい、結局強度がさ全然出ないじゃない、はい、伸びちゃって。だけどこう硬いやつってさ硬くしないと強度が出ないんだよ。
だけど硬くしちゃうとパリッと剥がれちゃう。はい、そうそうなんですよね、うん、そこをどうやるかっていうところがさ、自慢話になっちゃうね。いやでもあのテール直すやつまたちょっと配分とか違うと思うんですけど、すごいあれも強いのに、いざこう固まったの剥がれるともう結構柔らかいんですよね、あれもぐにゃぐにゃで。そうだ、ね、やっぱ柔らかくないとこうしなりがある程度出ないんですよね。だけどガラスにさあの接着しないとさ、ガラスのあの繊維にバシッと接着しないとさ、はい、結局強度が出ないからさ。あー、 OK、 じゃあ X1508、 1508、うん、次いきますか。本命のは使っても悪くなさそうだよね、はい、これでね、はい、じゃあパワーを持ってる。これでラストだからさ。本気出して1508も弱くはないだろうけど、強い、それなりに。いやでもこれも全然強い。ブレディ技研のはみんな強いみたいな。全部5点です。どれやっても剥がれる気がしない。あ、悪くない、ね、ちょっと浮いてきた、うん、浮いてきた。いや、それが、うん、浮かない。浮いてないよね。浮いてる。浮かないです。浮かない。こっちのメンタルが先にやられる。叩いてるメンタル。戦われてるやつやたらすげえぞ。1508が一番弱いような気はするんだけど、そうでもないのかな。手怪我しないで。え、剥がれないです。剥がれないよね。ミシとも、ミシともなんない。やっぱり柔らかいからな、材料は。ちょっと来た来た、余分なやつからちょっと。あ、そうだね、ほんとこうはね、うん、ちょっと俺もうちょっと叩いていいですか。はい、どうぞ。やっぱり X5 と1508のあれハイブリッド良さそう。ボキシって瞬間接着剤の比べ物にならないね。比べ物にならないですね。やばい、やばい。やっぱり X5 悪くなさそう。悪くなさそうですね、うん、これ接着剤として売り出したらすごいな、ね、マジで。これ溶接より強いんだ。ある面は溶接より強いんですよ、はい、スポット溶接より強い。これ全体がね、あ、なっちゃうからね。結局スポットほら1点でしょ。はいはい。これもういや。お疲れ様でした。じゃあ全然ダメだ。その本命の接着剤、あ、棒です。いらない、いいね、壊さなくてもね。壊さなくていいね。え、これじゃないの。え、その貼ってあるやつ。あ、5520。違う違う違う。あの色がついてる。色が、あ、シールが貼ってあるやつ。それ。はい。これあの今販売してる本命の接着剤です。これはあの接着剤として今あの当社が売ってる一押しの接着剤。これ強いよ。マジで。叩きたくない。叩きたくないですね。これ強いですよ、マジで。ええ、まあもういいわね。ちょっとこれでも、うん、はっくりしてる？いや全然ですよ、全然なんですけど、うん、こいつ剥がしたろうか。でもあれの方が強そうだな。X5 の方がなんかね。X5 の方が強そうだね、1508と。そうでもない？いや、っていうか、これ多分やばいですよ。やばい？はい。何がやばいですか？
なんか壊れそうですか。見そうな感じがないです。密着感半端なくないですか。すごいやばい、すごい方のやばいです。あ、そうですか、はい、失礼しました。なんかこのひっつき感、なんか見た感じ、わかる、ひっつき感がやばい。ひっつき感のあれが、うん、あ、そう、全然来なさそう。あ、そう。これはやばい。これは一応接着剤で売ってるやつです。はい、あれ、これ前にいただいたやつ。いや、最近の新設ですか。違う違う、もうこれ古いやつ、ずっと。おお、うん、あのカプセルみたいなやつに入ってる。あ、来た、来た、来た、このわずかなところから。やっぱ壊し方の極意をちょっと噛み始めて、だんだん分かって、壊し方が分かってきたみたいな。やっぱりそっちだ。お、お、これ俺が上手くなってきました。で、壊れるときにほら両方がついてるでしょ。あ、で真ん中、接着剤の真ん中から壊れてくるでしょ。あ、だから強いんだよね。あ、それでね、凝集破壊って言うんですけど、エポキシは硬いからどっちかに残って、どっちかに、完全に綺麗に金属の面が出ちゃうんだよね。そうね、うん、でこれも同じく硬いんだよね。硬くて衝撃に強い。じゃあ一応これで点数をつけましょう。めっちゃ難しいんですけど、はい、一応約束通り。だって全部壊れてないぞ。点数つけられないですよね。はい、はい、いいっすよ。え、これどういうふうに、どういうふうに、でもここ、うん、手元意外と大丈夫。意外と割れない。もちろんもちろん。割れるまで。あ、早い。2回。はい。簡単に。これ終了で。はい。で、ほら続けて倒してやりますんで。はい。行きまーす、はい。瞬間接着剤です。壊れた。まだいける。叩いた。2回ですね。じゃあ行きましょう。本命の68X3 から1番から行きますか。はい、ドキドキするな。ドキドキするな。え、これアルミですよね。はい、そう、アルミ。アルミですよね。はい、X3。はい。行きます。X3 100%。はい。おー、全然壊れそうにない。どう？全然大丈夫です。一応2回クリアした。2回クリアしてない。いや、2回クリアしないとな。これ壊れるんですか？取れる？いや、壊すんだよ。え？壊すんだよ。壊れるまで叩くと、うん、壊すんだよ。4回目。ちょっとこれはもしかして重労働？重労働だよ。だからでかいハンマー落ちたじゃん。5回目。いや、壊れるよ。5回目も、うん、壊れるよ。そう、多分年間のジャンプ本数ぐらい叩かれて。7。ちょっとこう。8。お、せこい、せこい手に。軍手した方がいい？なことないです。はい。9。粘るね。だってこれ壊すんだからさ、君たちは。そうですよね。そうだよ。ちょっと強いな。こんだけやってもね、俺壊れない。先にアルミが壊れそうですね。いや、アルミ壊してぶち壊すんさ。じゃあ手で曲げてみなよ。手で。え？手で。手で。うん。いや、それも無理だよ。いや、キー台にして。あ、ちょっと亀裂が入りました。うん、亀裂が、はい。あ、こうやってさ、こうやって手でさ、曲げるんさ、こうやって手で曲げるんさ。
やってさ、壊してみる。こうやって剥がれてきてる。きた。で、こうやってさ、壊すんだよ。力持ってるだろうが。俺たち、だからさ、あの渡るきさんと田原さんつったら、こうやって壊すんさ。これ接着強いね。粘りもあるね。意外と。これじゃあ絶対アルミ板が俺、じゃあ田原さん待ってるんで、田原さん変わる？一応点数何点ぐらい？である程度田原さん、あの叩き壊してみてよ。これすでに10点。10点。だって自分で使う材料だからさ。5点満点10点だ。10点。X3 強いね。すごいですね。ね。田原さんと綿貫さんの感触は同じぐらい強いよね。ばらつきはないよね。すごいっす。うん。瞬間接着剤と違う。全然違いますねこれ。はい。OK。すごい。強いよね。すごい。これこうやるとなんかあのアルミの部分が切れそうで、うん、くっついたところそのまま残りそうですよね、うん、でも自分たちこれ壊すんだよ結局。あんなラミネートしてんのに。やっぱジャンプのあれ飛び込みのさ衝撃ってすごい強いんだよね。だからそうですよね。そう思わない？それ確かに。アル開発大変だよね。剥がれてるよ。しないですよやっぱり。いや剥がれるよ。いやあの板から。ああ板から、はい、剥がれるよ。いやほとんど剥がれたことない。ああ板からね、はい、スキーのね、はい、じゃあ3枚目は壊す必要、誰か希望者いる？3枚目壊したい。すいません、これ僕ギブアップしていいですか？はい、すいません。すいません、強すぎました。はい、じゃあそれが X3 ね、今使ってる。はい、はい、希望者いる？はい、はい、何その自信。3枚目あるから、はい、それをやってよ。これ取ったな、はい、これですよね、はい、いやいや無理だこれを。感触見てよ。X3 強いね。強いですね。X5 負けだって。新製品負けたらやばいっすね。強いね。強い、相当、うん、あっちゃー強い。相当強いっす。あの今までホームページで販売しないって書いてあるけど、販売するって書きますか。強いわ。お、剥がれるって言って、でもここまで来てからがどうしよう。剥がして剥がした状況で、あのどういう、は、あ、やったえらい。お、からの、からの、でもこっからのどうするかって聞いた。無理だろ、どう考えても無理だろ。強いな。で、あとはね、剥がれ方が、あの、うん、両方にくっついてるかどうかっていうのが、接着剤が強いか弱いかっていう一つは基準なんだよね。パラッと剥がれるかどうかって。ちょっとあとはどうだろう。戻しますか。ごめん。戻せるか分かんないですけど。残念。あ、これ戻せない。強いわ。ちょっと。下がやばい、ほんとすごい、すごい、すげえ。ちょっと瞬間とは比べもなくならないですね。なりませんね。てか瞬間諦めますって、こんなに弱いんで。そう、これじゃあこれ X3 ね。で、あと2番目、X5? 新作？新作です、はい、これ残り叩ける元気あるかな。最後までいきますか。
ですよ、はい、先行っていいですか。どうぞ。さて新作いきます。新作 X5 です。 X5 まあ2層強い、はい、おやばい。なんかでもこっちの方が強い気がする。あ、そう、はい、いや、なんかあの強いか弱いか、強すぎてレベルわからないから、ね、わからないですね。けど全く強いね。強い感じしますよ ね、 強いね。なんか見た感じ、あのこの接着のところが全然壊れてないよね。全然壊れてないですね。すごいっす。うん、確かに X5 は X5 なりの性能あるかもしんないよ。いや、これはすごい。さっきみたいに曲げてみたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、うん、もうちょっと頑張って叩くわもうちょっといじめて。これ実はこういう弱い衝撃に弱いんだよ。いやいやいやそんなことはないっすよ。白磷に強いか弱いかなんだよね。あ、うん、あ、全然剥がれなそう。え、強そう。さあ、田原さん、これで2シーズン持つか。そうですね。なんかえ、ちょっと来たっけ。ちょっと来た。ちょっと来た。ああ、ちょっと来たけど。でもここあのくっついてるところは全然あれですよね。そうだよね。これちょっと出てた分が。うん、手前味噌になりますが、優秀、優秀、素晴らしい、うん、いやマジでごめんなさい、はい、片脇さんチェンジです。はい、これね、疲れる強すぎて疲れる。強いよ。じゃあ行きます。はい、でもちょっといけそう。え、本当だ、全然。これあの縦しみたいんじゃないですか、あの、うん、縦にね。あ、そうじゃなくて違う、違う違う、ここ立ててこうだよね。そう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 、もう怖い、剥離おお、大剥離、大衝撃すごい。一緒に曲がってますね。いやいやいや、釘打ってるみたいだよいやいやいや、すげえ、これすげえ。納得だよな。てか、こんな強い接着剤見たことなんかあるんですね。ヒビも入ってないヒビ入ってないよね、はい。いいな。剥がれない接着剤。まあ、そうだね。なんち。俺だったらもうちょっとで来るよ。あ、もうちょっと叩けば。こうですか。そう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 。あ、でもちょっと開いてきました。うんうん、で壊れる度合いがどのレベルかだよね。うん、もちろん。いや無理じゃん。いや壊すまで行こうよ。壊すまで行こうよ。じゃあ最後、あ、壊してるよでも木に刺さってますもんいや納得無理ギブアップです。嫌になってきますよね、壊れの。やりたいやりたい。ちょっ と, ょっと X3 とどう違いがある、うん、なし。いや、なんかどうな、両方強くて本当わかんないっすね、うん、そうだね。でもこういうこともないじゃないですか。こういうこともないですもんね。そうだよね、うん、X3 よりなんか強そうな感じだよね、はいはい、これやばい。ちょっと戻してからの、またどうしてもやりたいここまで来たら意地になります
まで来てからの曲げこうこうグニャッと、はい、そっちに。あーちょっと来た。行った行った。ちょっと来た。行きました。やっと。おお、外れた。あーいいね。両方に残ってるでしょ。はい、接着剤が。はい、おお発火もしてるで。あの海面が。凝集破壊って言うんですけど、はい、白くなってるでしょ。はい、だから全体がバキッと壊れるんじゃなくて、中でちっちゃくブシブシブシブチ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 中で少しずつ壊れてる。それで一気に全体が壊れないからパカッと剥がれない。いきなり壊れない。いきなり壊れない。うん。凝集破壊。わあ両方とも白くなってるね。いいね、海面剥離。お互い頑張って。俺ね、コツ分かりました。これ X3 っすけど、チャレンジする？手怪我しないでね。はい。そっから割れそうでも、逆にすればいいね。逆？逆？こっち？すげえ大変そう。いやでも、あ、いけそう。ああ。残念賞です。先にアルミがくたばりました。いやもうこいつ元気なんでいいですよ。これちょっと剥がれかけてたんで。じゃあ X3 と X5 はこれで、はい、とりあえずいいよね、はい、やりたいやりたい。いやいいだろう。これちょっと意地になった。 X3 でしょ。 X3 も、はい、剥がれるんですか。 X3 も剥がれると思いますよ。これもなんかでもアルミが先にやられちゃいそうだ。接着剤で作ったわけじゃないから別段。ああ、うん、これでもどっちが強いかわからない。横から叩いた方が。ちょっとわかんないけど、うん、ニュアンス的には X5 の方がやっぱり強そうな感じだね。ヒビが入んなかったですよね。うん、あとはやっぱ測定値だな。無理じゃね。お、来た。手怪我 しないでよ。やっぱあの横から叩いたのがよかったんじゃないですか。横から、ね、横から叩いたから、うん、だいぶ OK ですか、うん、じゃあその3番目ハイブリッド、うん、ハイブリッド叩き壊さなくても感触見ればいいよね。はい、そうですね。なんとなくこの叩いた後に分かります、ね。うん、X3 ハイブリッドいきます。はい、どうでしょう、ちょっと感触今使ってるやつだよ、完全に。あね、3回転で。そうですね。はいはい。ジャンプどうのこうのっ って倉さんが言ってたやつだもんね。そうですね。うん。やっぱこいつも強いですよね。強い。はい。あ、強いよね。これが X3 より弱かったらちょっと1508ね入れてる意味がね。そうですね。そこそこ強いよね。いやめっちゃ強いですね。あでも、うん、もしかしたら、お来た、端っこ来ましたね。うん、あでもこのぐらい強ければ納得だな。いやでも3回転で板折れなかったのは初めてかもしれないです僕。何去年のシーズンが。うん、一本も？一本も折ってないんじゃないですか去年。折ったかな。折ったっけ去年。折ってないです。折ってないよね多分。最後僕見たのはあの手でへし折ったやつです。手でへし折ったんですか。あの煽りかけてる時。ああ、そうだ、うん、やっぱり接着剤で売ろう。ちょっと待って、これ全部強すぎて比較難しいんですよ。全然全部5点。そうだね、はい、うん、納得だね。そして肉体労働半端ない。まだ後があるからやめましょう。そうですね、うん、やめましょう、うん。で、X5? X5、うん、ハイブリッドのハイブリッド、はい、じゃあ、あのパワーあるわ。じゃあ、行かせていただきます。俺もパワーなくなりました。 X5タミで叩いたんだよね自分はね、はい、X5 ハイブリッドのハイブリッドじゃなくて、ね、じゃなくて 100% のやつ叩いてました、うん、100% でね。
強いじゃん。多分これの方が本当に剥がれる気がしないです。あ、そう。いや、これ本当に剥がれる気がしない。見せて、じゃあ。あれはこれは本当だ、本当に壊れてないや。全然壊れないよ。見せてください。全然まるっきり壊れないよ。本当だ、これは、うん、超綺麗に残ってるもんな。すげえ、剥がれる気がしない。ありゃ壊れないよ、本当に。これ絶対壊れないです。これね、でかいハンマーの重いやつ、はい、あとは壊すのは角で、角で壊すんだよね。角で、角で壊すかだよね。あら、壊れねえよ、本当に。これ本当に剥がれない。接着剤そのものは角でやるとちょっと似てきそうなのに、うん、全然そうね。あ、外に出てる接着剤の余りみたいなところすら壊れない。そうそうそう。でさ、接着剤柔らかくするとこういう衝撃についてくるんだけど、これ硬いんだよね。ほら、爪で触ってさ、カチカチでしょ。柔らか硬いみたいな感じですか。うん、うん、全然さ、硬いけど割れない。柔らかさがないでしょ。硬いでしょ。硬くないと強度が出ないんだよ。あ、うんうんうん、ゴムみたいに柔らかいやつはさ、はい、結局強度がさ全然出ないじゃない、伸びちゃって、はい、だけどこう硬いやつってさ、硬くしないと強度が出ないんだよ。だけど硬くしちゃうとパリッと剥がれちゃう、はい、そうそうなんですね、うん、そこをどうやるかっていうところがさ、まあ、自慢話になっちゃうね。いやでもテール直すやつまたちょっと配分とか違うと思うんですけど、すごいあれも強いのに、うん、いざこう固まったの剥がれるともう結構柔らかいんですよね、あれも、うん、ぐにゃぐにゃで。そうだ、ね、やっぱ柔らかくないとこうしなりがある程度出ないんですよね。うん、だけどガラスにさ、接着しないとさ、ガラスのあの繊維にバシッと接着しないとさ、はいはい、結局強度が出ないからさ。あ、 OK、 じゃあ X1508、 1508、うん、次いきますか。本命のは使っても悪くなさそうだよね、はい、これでね、はい、じゃあパワーを持ってる。これでラストだからさ。本気出して1508。1508も弱くはないだろうけど、強い、それなりに。いやでもこれも全然強い。ブラディ技研のはみんな強いみたいな。全部5点です。どれやっても剥がれる気がしない。悪くない、ね、ちょっと浮いてきた、うん、浮いてきた。いや、それが、うん、浮かない。浮いてないよね、浮いてる。浮かないです。浮かない。こっちのメンタルが先にやられる。叩いてるメンタル。叩かれてるやつやたらせえぞ。1508が一番弱いような気はするんだけど、そうでもないのかな。手、怪我しないで。え、剥がれないです。剥がれないよね。ミシとも、ミシともなんない。やっぱり柔らかいからな、材料は。ちょっと来た、来た。この余分なやつから、はいはいはい、あ、そうだね、ほんとこうはね。ちょっと俺もうちょっと叩いていいですか。はい、どうぞ。やっぱり X5 と1508のあれ、ハイブリッド良さそう。ボキシって瞬間接着剤の比べ物になんないね。比べ物にならないですね。やばい、うん、やばい。
やっぱり X5 悪くなさそう。悪くなさそうですね。うん、これ接着剤として売り出したらすごいな。ね、マジで。これ溶接より強いんだ。ある面は溶接より強いんですよ、はい、スポット溶接より強い。これ全体がね、あなっちゃうからね。結局スポットほら行ってんでしょ。はいはい。これもういや。お疲れ様でした。じゃあ全然ダメだ。その本命の接着剤が棒です。いらない、いいね、壊さなくてもね。壊さなくてもいいね。これじゃないの。その貼ってあるやつ、あ5520、違う、あの色がついてる、色が、あ、シールが貼ってあるやつ、それ、はい、これあの今販売してる本命の接着剤です。これはあの接着剤として今あの当社が売ってる一押しの接着剤、うん、これ強いよマジで。叩きたくない。叩きたくないですね。これ強いですよマジで。まあもういいわね。ちょっとこれでも、うん、はっくりしてる。いや全然ですよ、全然なんですけど、うん、こいつ剥がしたろうかって。でもあれの方が強そうだな、 X5 の方が。なんかね、X5 の方が強そうだね、1508と。そうでもない？いやっていうかこれ多分やばいですよ。やばい？はい。何がやばいですか？なんか壊れそうですか？見そうな感じがないです。密着感半端なくないですか？すごいやばい、すごい方のやばいです。あ、そうですか、はい、失礼しました。なんかこのひっつき感、なんか見た感じ、わかる、見た、わかる、ひっつき感がやばい。ひっつき感のあれが、うん、あ、そう、全然来なさそう。あ、そう。これはやばい。これは一応接着剤で売ってるやつです。はい、あれ、これ前にいただいたやつ。いや、最近の新設ですか？ちょちょ、もうこれ古いやつ、ずっと。おお、うん、あのカプセルみたいなやつに入ってる。あ、来た、お、来た、このわずかなところから。やっぱ壊し方の極意をちょっと噛み始めて。だんだん分かって、壊し方が分かってきたみたいな。やっぱりそっちだ。おこれ俺が上手くなってきました。で、壊れる時にほら両方がついてるでしょ、はい、あ、で真ん中、接着剤の真ん中から壊れてくるでしょ、はい、うん、だから強いんだよ ね、 あ、それでね、凝縮破壊って言うんですけど、エポキシは硬いからどっちかに残って、どっちかに完全に綺麗に金属の面が出ちゃうんだよね。そう、うん、でこれも同じく硬いんだよね。硬くて衝撃に強い。うん、OK。じゃあ一応これで点数をつけましょう。めっちゃ難しいんですけど。はい、一応約束通り。だって全部壊れてないぞ。点数つけられないですよね。はい、はい、いいっすよ。え、これどういうふうに、どういうふうにでも、ここ、うん、手元を。全然落ちたよ。意外と大丈夫、意外と割れない。もちろんもちろん壊れるまで。あ、早い、2回、はい、簡単にこれ終了で、はい、で、ほら続けてタオルさんやりますんで、はい、いきます、はい、瞬間接着剤です。壊れた、まだいける、てか叩いてる、2回ですね。じゃあ、いきましょう、本命の68X3 から1番からいきますか。どこですか、はい、
ドキドキするなドキドキするなはい、これアルミですよね、はい、そうアルミ、アルミですよね、はい、X3 はい、いきます。 X3100% はい、おー全然壊れそうにない。どう、全然大丈夫です。一応2回クリアした。2回クリアしました。いや2回クリアしないとなこれ壊れるんですか、取れる。いや壊すんだよ。壊すんだ、壊れるまで叩くと、うん、壊すんだよ。4回目ちょっとこれはもしかして重労働、重労働だよ。だからでかいハンマー落ちたじゃん。5回目いや壊れるよ。5回目も、うん、壊れるよ。そう、多分年間のジャンプ本数ぐらい叩かないと7ちょっとこう8おせこい、せこい手に軍手した方がいい。なるほどね、はい、9粘るね。だってこれ壊すんだからさ、君たちは。そうですよね。そうだよ。ちょっと確かに強いな。こんだけやってもね、俺壊れない。先にアルミが壊れそうですね。いやアルミ壊してぶち壊すんさ。じゃあ手で曲げてみなよ。手で。手で。手で。うん。いや、それも無理だよ。いや、キー台にして。あ、ちょっと亀裂が入りました。うん、亀裂が、はい。あ、こうやってさ、こうやって、こうやって手でさ、曲げるんさ。こうやってこうやって手で曲げるんさ。こうやってさ、こうしてみる。こうやって、剥がれてきてる。きた。で、こうやってさ、壊すんだよ。力持ってるだろうが俺たち。だからさ、あの綿貫さんと田原さんっつったらこうやって壊すんさ。これ接着強いね。粘りもあるね、意外と。これじゃあ絶対アルミ板を、じゃあ田原さん待ってるんで田原さん変わる。こっちの 点数何点ぐらいで、ある程度田原さん、あの叩き壊してみてよ。これすでに10点。10点。だって自分で使う材料だからさ。5点満点10点。X3 強いね。すごいですね。ね。田原さんと綿貫さんの感触は同じぐらい強いよね。ばらつきはないよね。すごいっす、うん、瞬間接着剤と違う。全然違いますねこれ。はい、オッケー。すごい強いよね。すごい。これこうやるとなんかあのアルミの部分が切れそうで、うん、くっついたところそのまま残りそうですもんね、うん、でも自分たちこれ壊すんだよ結局。あんなラミネートしてんのに。やっぱジャンプのあれ飛び込みのさ衝撃ってすごい強いんだよね。だからそうですよね。そう思わない？それ確かに。ハル開発大変だよね。え、剥がれたりはしないですよやっぱり。いや剥がれるよ。いやあの板から。ああ板から、はい、剥がれるよ。いやほとんど剥がれたことない。ああ板からね、はい、スキーのね。はい、じゃあ3枚目は壊す必要、誰か希望者いる？3枚目壊したい。これ僕ギブアップしていいですか？はい、すいません。すいません、強すぎました、はい、じゃあそれが X3 ね、今使ってる。はい、はい、希望者いる？はい、はい、何その自信、はい、3枚目あるから、はい、それをやってよ。これ取ったの、はい、これですよね、はい。いやいや無理だよこれを。感触見てよ。X3 強いね。強いですね。 X5 負けだって。新製品負けたらやばいですね。強いね。強い相当、うん、あっち
ちゃ強い相当強いっす。今までホームページで販売しないって書いてあるけど販売するって買う気なんですか強いわ。お、剥がれるって言って、ここまで来てからがどうしよう。剥がして剥がした状況で、どういう、あ、やったえらいお、からの、からの、でもこっからのがどうするかって聞いた無理だろどう考えても無理だろ強いな。で、あとはね、剥がれ方が、両方にくっついてるかどうかっていうのが、接着剤が強いか弱いかっていう一つは基準なんだよね。パラッと剥がれるかどうかって。ちょっとあとはどうだろう。どうだろう。戻しますか。ごめん。戻せるかわかんないですけど。残念。あ、これ戻せない。強いわ。瞬間とは比べもなくならないですね。なりませんね。てか瞬間諦めますって、こんなに弱いんでしょ。じゃあこれが X3 ね。で、あと2番目 X5 新作です、はい、残り叩ける元気あるかな最後までいきますか。先行っていいですか。どうぞ。さあ、で新作いきます。新作 X5 です。 X5 まあ、にしそう、ね、やばくっともしない強い、はい、おやばい、なんかでもこっちの方が強い気がする。あ、そう。はい、いや、なんか強いか弱いか、強すぎてレベルわからないわからないですね。けど全く、あ、強いね。強い感じしますよね、なんか見た感じ。この接着のところが全然壊れてないよね。全然壊れてないですね。すごいっす。うん、確かに X5 は X5 なりの性能あるかもしれないよ。いや、これはすごい。さっきみたいに曲げてみたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、もうちょっと叩くわもうちょっといじめて。これ実はこういう弱い衝撃に弱いんだもん。いやいやいやそんなことはないっすよ。白輪に強いか弱いかなんだよね。あ、全然剥がれなそう。え、強そう。田原さん、これで2シーズン持つか。そうですね。なんかちょっと来た。ああ、ちょっと来たけど。でもここくっついてるところは全然あれですね。そうだよね。これちょっと出てた分が、手前味噌になりますが、優秀素晴らしい。うん、いやマジで、ごめんなさい。はい、田崎さんチェンジです。はい。これね、疲れる強すぎて疲れる。強えよ。じゃあ行きます。はい、わあ、接着剤でもちょっといけそう。え、本当だ、全然。これ縦してみたいんじゃないですか。縦にね。あ、そうじゃなくて、違う、違う、ここ立てて、こうだよね。そうだよね。もう怖い、ね、剥離おお、大剥離、大衝撃、すごい。一緒に曲がってますね。いやいやいや、釘打ってるみたいだよいやいやいや、すげえこれすげえ
納得だよな。てかこんな強い接着剤見たことなんかあるんですね。ヒビ、うん、も入ってない。ヒビ入ってないよね。はい。ホコタテでいきましょう。ちょっと剥がれない接着剤。まあ、いいですね。そうだね。なんこれだったらもうちょっとで来るよ。あ、もうちょっと叩けば。こうですか。そう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 。あ、でもちょっと開いてきました、ね。うんうん、で壊れる度合いがどのレベルかだよね。うん、もちろん。いや無理じゃん。いや壊すまで行こうよ。壊すまで行こうよ。じゃあ最後、あ、壊したいよ。でも木に刺さってますもん。いや納得。無理ギブアップです。嫌になってきますよね。やりたい、やりたい。ちょっと X3 とどう違いがある、うん、なし。いや、なんかどうな、両方強くて本当わかんないっすね。そうだね。でもこういうこともないじゃないですか。こういうこともないですもんね。そうだよね、うん、X3 よりなんか強そうな感じだよね。はいはい、これやばい。ちょっと戻してからの、またどうしてもやりたい。いや、ここまで来たら意地になります。ちょっとそこまで来てからの曲げ、こうこうやっ、あ、こっち、そう、はい、そっちに。あー、ちょっと来た。行った行った、ちょっと来た、行きました。やっと。おお、外れた。あー、いいね。両方に残ってるでしょ、はい、接着剤が、はい。おお、発火もしてるで、あの海面が。凝集破壊って言うんですけど、はい、白くなってるでしょ、はい、だから、全体がバキッと壊れるんじゃなくて、中でちっちゃくブシブシブシブチ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 、中で少しずつ壊れてる。それで一気に全体が壊れないからパカッと剥がれない。いきなり壊れない、いきなり壊れない、うん、凝集破壊。わー、両方とも白くなってるんね。いいね、海面剥離。お互い頑張って。これね、コツ分かりました。これ X3 ですけど、うんうん、チャレンジする。手怪我しないでね、はい、そっから割れそう。でもそれ逆にすればいいね。逆逆こっち。すげえ、大変そう。いや、でもいけそう。残念、勝です。先にアルミがくたばりました。いや、もうこいつ元気なんでいいですよ。これちょっと剥がれかけてたんで。じゃあ X3 と X5 はこれで、はい、とりあえずいいよね、はい、やりたい、やりたい。いや、いいだろう。これちょっと意地になった。 X3 でしょ。 X3 も、はい、剥がれるんですか。 X3 も剥がれると思いますよ。これもなんかでもアルミが先にやられちゃいそうだ。接着剤で作ったわけじゃないから別段。ああ、うん、これでもどっちが強いかわからない。横から叩いた方が、ちょっとわかんないけど、うん、ニュアンス的には X5 の方がやっぱり強そうな感じだね。ヒビが入んなかったですよね、うん、あとはやっぱ測定値だな。無理じゃね。お、来た。手怪我 しないでよ。やっぱあの横から叩いたらよかったんだよ。横から、そう、ね、横から叩いたから、ね、うん、だいぶ OK ですか、うん、じゃあその3番目ハイブリッド、うん、ハイブリッド叩き壊さなくても感触見ればいいよね。はい、そうです、ね、なんとなくこの叩いた後に分かります、ね、うん、X3 ハイブリッドいきます。はい、どうでしょう、ちょっと感触。今使ってるやつだよ、完全に。あ、ね、3回転で。そうですね、はいはい、ジャンプどうのこうのって、倉さんが言ってたやつだもんね。そうですね、うん、やっぱこいつも
強いですよね。強いよ、はい、強いよね。これが X3L 弱かったらちょっと1508ね、入れてる意味がね。そうですね。そこそこ強いよね。いや、めっちゃ強いですね。あ、でも、うん、もしかしたら、お、お、来た、端っこ来ましたね、うん。でもこのぐらい強ければ納得だな。いやでも3回転で板折れなかったのは初めてかもしれないです僕。何、去年のシーズンが、うん、1本も1本も折ってないんじゃないですか。去年折ったかな、折ったっけ。去年折ってないです。折ってないよね多分、うん、最後僕見たのは手でへし折ったやつです。手でへし折ったやつ、うん、あの煽りかけてる時。ああ、そうだ、うん、やっぱり接着剤で売ろう。ちょっと待って、これ全部強すぎて比較難しいんですよ。全然全部動いてる。そうだね、はい、うん、納得だね。そして肉体労働半端ない、うん、まだ後があるからやめましょう。そうですね、うん、やめましょう、うん、X5? X5、うん、ハイブリッドのハイブリッド、はい、じゃあ、あのパワーあるわ。じゃあ行かせていただきます。俺もパワーなくなりました。 X5 X5 タミで叩いたんだよね自分はね、はい、X5 ハイブリッド、このハイブリッドじゃなくて、ね、じゃなくて、ね、100% のやつ叩きました、うん、100% でね。多分これの方が本当に剥がれる気がしないです。あ、そう。いや、これ本当に剥がれる気がしない。ちょっと見せて、じゃあ。あれは、これは本当だ。本当に剥がれる気がしないや。全然壊れないよ。見せてください。全然。まるっきり壊れないよ。本当だ。これは、うん、超綺麗に残ってるもんな。すげえ。剥がれる気がしない。ありゃー。壊れないな。本当に。これ多分絶対壊れないです。これね、でかいハンマーの重いやつ。はい、あと壊すのは。角で壊すんだよね。角で壊すかだよね。あら、壊れねえよ。本当にこれ本当に剥がれない。接着剤そのものは角でやるとちょっと似てきそうなのに、うん、全然そんな。あ、外に出てる接着剤の余りみたいなところすら壊れない。そうでさ、接着剤柔らかくするとこういう衝撃についてくるんだけど、これ硬いんだよね。ほら、爪で触ってさ、カチカチでしょ。はいはいはい、柔らか硬いみたいな感じですか。うん。全然さ、硬いけど割れない。柔らかさがないでしょ。硬いでしょ。硬くないと強度が出ないんだよ。あ、うんうんうん、ゴムみたいに柔らかいやつはさ、はい、結局強度がさ全然出ないじゃない、伸びちゃって、はい、だけどこう硬いやつってさ、硬くしないと強度が出ないんだよ。だけど硬くしちゃうとパリッと剥がれちゃう、はい、うん、そうそうなんですよね、うん、そこをどうやるかっていうところがさ、自慢話になっちゃうね。いやでもあのテール直すやつまたちょっと配分とか違うと思うんですけど、すごいあれも強いのに、うん、いざこう固まったの剥がれるともう結構柔らかいんですよね、うん、あれもグニャグニャで。そうだ、ね、やっぱ柔らかくないとこうしなりがある程度出ないんですよ ね、 うだね、うん、だけどガラスにさ、あの接着しないとさ、ガラスのあの繊維にバシッと接着しないとさ、はい、結局強度が出ないからさ。あー、 OK、 じゃあ X1508、 1508、うん、次いきますか。本命のは使っても悪くなさそうだよね、はい、これでね、はい、じゃあパワーを持ってる。これでラストだからさ。本気出して一
ちご丸焼き。いちご丸焼きも弱くはないだろうけど。強い、それなりに。いやでもこれも全然強い。ブルギー県のはみんな強いみたいな。全部5点です。どれやっても剥がれる気がしない。あ、悪くない、ね。ちょっと浮いてきた。うん、浮いてきた。いやそれが浮かない。浮いてないよね。浮いてる？浮かないです。こっちのメンタルが先にやられる。叩いてるメンタル、叩かれてるやつやったらせえぞ。いちご丸八が一番弱いような気はするんだけど、そうでもないのかな。手怪我しないで。え、上がれないです。上がれないよね。ミシともなんない。やっぱり柔らかいからな、材料は。ちょっと来た来た。余分なやつからちょっと、はいはい、あ、そうだね、ほんとこうはね、うん、ちょっと俺もうちょっと叩いていいですか。はい、どうぞ。やっぱり X5 と1508のあれハイブリッド良さそう。ボキシって瞬間接着剤の比べ物にならないね。比べ物にならないですね。やばい、やばい。やっぱり X5 悪くなさそう。悪くなさそうですね。うん、これ接着剤として売り出したらすごいな、ね、マジで。これ溶接より強いんですか。ああ、ある面は溶接より強いんですよ、はい、スポット溶接より強い。これ全体がね、あなっちゃうからね。結局スポットほら行ってんでしょ。はいはい。これもういや。お疲れ様でした。じゃあ全然ダメだ。その本命の接着剤が棒です。いらない、いいね、壊さなくてもね。壊さなくていいね。え、これじゃないの。え、その貼ってあるやつ、あ、5520。違う、あの色がついてる、色が、あ、シールが貼ってあるやつ。それ、はい、これ、あの今販売してる本命の接着剤です。これはあの接着剤として今あの当社が売ってる一押しの接着剤、うん、これ強いよ、マジで。もう叩きたくない。叩きたくないですね。これ強いですよ、マジで、ええ、まあもういいわね。ちょっとこれでも、うん、はっくりしてる。いや全然ですよ、全然なんですけど、うん、こいつ剥がしたろうかって。でもあれの方が強そうだな、 X5 の方がなんかね。X5 の方が強そうだね、1508と。そうでもない？いや、っていうか、これ多分やばいですよ。やばい？はい。何がやばいですか？なんか壊れそうですか？見そうな感じがないです。密着感半端なくないですか？すごいやばい、すごい方のやばいです。ああ、そうですか、はい、失礼しました。なんかこのひっつき感、なんか見た感じ、わかる、見た、わかる。ひっつき感がやばい。ひっつき感のあれが、うん、あ、そう、全然来なさそう。あ、そう。これは一応接着剤で売ってるやつです。はい。あれ、これ前にいただいたやつ。いや。最近の新製品ですか。ちょっと違う、もうこれ古いやつ、ずっと。おお、うん。あのカプセルみたいなやつに入ってる。あ、来た。あ、来た。このわずかなところから。やっぱ壊し方の極意をちょっと噛み始めて、だんだん分かって、壊し方が分かってきたみたいな。やっぱりそっちだ。あ、おお、これ
俺が上手くなってきましたで、壊れるときにほら、両方がついてるでしょ、はい、で、真ん中、接着剤の真ん中から壊れてくるでしょ、はい、だから強いんだよね。それでね、凝集破壊って言うんですけど、エポキシは硬いからどっちかに残って、どっちかに完全に綺麗に金属の面が出ちゃうんだよね。そうですね。うん、でこれも同じく硬いんだよね。硬くて衝撃に強い。じゃあ一応これで点数をつけましょう。めっちゃ難しいんですけど、はい、一応約束通り。だって全部壊れてないぞ点数つけられないですよね。はい、はい、いいっすよ。え、これどういうふうに、どういうふうにでも、ここ、うん、手元意外と大丈夫。意外と割れない。もちろんもちろん。壊れるまで。あ、早い。2回。はい。簡単に。これ終了で。はい。で、ほら続けて倒してやります。はい。行きまーす、はい。瞬間接着剤です。壊れた。まだいける。ってか叩いてる。2回ですね。じゃあ行きましょう。本命の 68X3 から1番から行きますか。68X3、はい、ドキドキするなドキドキするなえ、これアルミですよね、はい、そう、アルミ、アルミですよね、はい、X3、はい、行きます。 X3 100%、 はい、おー、全然壊れそうにない。どう、全然大丈夫です。一応2回クリアした。2回クリアしてます。いや、2回クリアしないとなこれ壊れるんですか。取れる。いや、壊すんだよ。え、壊すんだ。壊れるまで叩くと、うん、壊すんだよ。4回目。ちょっとこれはもしかして重労働。重労働だよ。だからでかいハンマー持ちたじゃん。5回目。いや、壊れるよ。5回目も、うん、壊れるよ。そう。多分年間のジャンプ本数ぐらい叩かないと。7。ちょっとこう。8。お、せこい、せこい手に。軍手した方がいい。なるほど、大丈夫。はい。9。粘るね。だってこれ壊すんだからさ、君たちは。そうですよね。そうだよ。ちょっと確かに強いこんだけやってもね、俺壊れない。先にアルミが壊れそうですね。いや、アルミ壊してぶち壊すんさ。じゃあ手で曲げてみなよ。手で。手で。手で。うん。いや、それも無理じゃない。いや、キー台にして。あ、ちょっと亀裂が入りました。うん、亀裂が、はい。あ、こうやってさ、こうやって手でさ、曲げるんさ。こうやって手で曲げるんさ。こうやってさ、こうしてみる。こうやって壊れてきてる。きた。で、こうやってさ、壊すんだよ力持ってるだろうが俺たち。だからさ、あの渡辺さんと田原さんっつったら壊すんさ。これ接着強いね。粘りもあるね、意外と。いや、これじゃあ絶対アルミ板が、じゃあ田原さん待ってるんで、田原さん変わる。これ一応点数何点ぐらいで、ある程度田原さん、あの叩き壊してみてよ。これすでに10点10点。だって自分で使う材料だからさ、5点満点中10点。X3 強いね。すごいですね。ね。や
田原さんと綿貫さんの感触は同じぐらい強いよね。ばらつきはないよね。すごいっす、うん、瞬間接着剤と違う。全然違いますねこれ。はい、オッケー。すごい強いよね。すごい。これこうやるとなんかあのアルミの部分が切れそうで、うん、くっついたところそのまま残りそうですよね、うん、でも自分たちこれ壊すんだよ結局。あんなラミネートしてんのに。やっぱジャンプのあれ飛び込みのさ衝撃ってすごい強いんだよね。だからそうですよね。そう思わない？それ確かに。アルカハツ大変だよね。え、剥がれたりはしないですよやっぱり。いや剥がれるよ。いやあの板から。ああ、板から、はい、剥がれるよ。いやほとんど剥がれたことない。ああ、板からね、はい、スキーのね、はい。じゃあ3枚目は壊す必要、誰か希望者いる ?3 枚目壊したい。これ僕ギブアップしていいですか？はい、すいません。すいません、強すぎました。はい、じゃあそれが X3 ね、今使ってる。はい、はい、希望者いる？はい、はい、何その自信。じゃあ 3枚目あるから、はい、それをやってよ。これ取ったな、はい、これですよね、はい。いやいや無理だよこれを。感触見てよ。X3 強いね。強いですね。 X5 負けだって。新製品負けたらやばいっすね。強いね。強い相当、うん、あっちゃー強い。相当強いっす。あの今までホームページで販売しないって書いてあるけど、販売するって書きますか。強いわ。お、剥がれるって言って、でもここまで来てからがどうしよう。剥がして剥がした状況で、あのどういう、はあ、やったえらい。お、からのからの、でもこっからのどうするかって聞いた。無理だろ。どう考えても無理だろ。強いな。で、あとはね、剥がれ方が、あの、うん、両方にくっついてるかどうかっていうのが、接着剤が強いか弱いかっていう一つは基準なんだよね。パラッと剥がれるかどうかって。ちょっとあとはどうだろう。戻しますか。ごめん。戻せるか分かんないですけど。残念。あ、これ戻せない。強いわ。ちょっと無理ですね。下。やばい。本当すごい。すごい。すげえ。瞬間とは比べもなくて、ならないですね、なりませんね。てか瞬間諦めますって本当に弱いね。そう、これじゃあこれが X3 ね。で、あと2番目 X5 新作です、はい、これ残り叩ける元気あるかな。最後までいきますか。はい、先行っていいですか。どうぞ。さて新作いきます。新作 X5 です。 X5 まあ抜きそう。やばい、びくともしない。強い、はい、お、やばい。なんかでもこっちの方が強い気がする。あ、そう。はい、いや、なんかあの強いか弱いか、強すぎてレベルわからないから、ね、分からないですね。けど全く強いね。強い感じしますよね、なんか見た感じ。あのこの接着のところが全然壊れてないよね。全然壊れてないですね。すごいっす。うん、確かに X5 は X5 なりの性能あるかもしれないよ。
いや、これはすごい。さっきみたいに曲げてみたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、もうちょっと頑張って叩くわ。もうちょっといじめて。これ実はこういう弱い衝撃に弱いんだもん。いやいやいや。そんなことはないっすよ。白輪に強いか弱いかなんだよね。あ、うん、あ、全然剥がれなそう。強そう。さあ、田原さん、これで2シーズン持つか。そうですね。なんかえ？ちょっときた。ちょっときた。ちょっときた。でもここあのくっついてるところは全然あれですね。そうだよね。これちょっと出てた分が。うん、手前味噌になりますが、優秀。優秀、素晴らしい、うん、いや、マジでごめんなさい、はい、田崎さんチェンジです。はい、これね、疲れる。強すぎて疲れる。強いよ。じゃあ行きます。はい、でもちょっといけそう。え、本当だ、全然。これあの縦してみたいんじゃないですか、あの、うん、縦にね。あ、そうじゃなくて、違う、違う違う、こう立てて、こうだよね。そうだよね。もう怖い。剥離。おお、大剥離、大衝撃すごい。一緒に曲がってます。いやいやいや、釘打ってるみたいだよ。いやいやいや、すげえ、これ。納得だよな。てか、こんな強い接着剤似たなんかあるんですね。ヒビ、うん、も入ってない。ヒビ入ってないよね。はい、ここ立てでいきます。ここ立てで、剥がれない接着剤。まあ、いいです。そうだね。なんこれだったらもうちょっとで来るよ。あ、もうちょっと叩けば。こうですか。そう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 。あ、でもちょっと開いてきました。開いて、うんうん、で壊れる度合いがどのレベルかだよね。うん、もちろん。いや無理じゃない。いや壊すまで行こうよ。壊すまで行こうよ。じゃあ最後、あ、壊したいよ。でも木に刺さってますもん。いや、納得。ギブアップ。気合になってきますよね。壊れの。やりたい？やりたい？ちょっと。X3 とどう違いがある、うん、なし。いや、なんかどうな、両方強くて本当わかんないっすね。うん、そうだね。でもこういうこともないじゃないですか。こういうこともないですもんね。そうだよね、うん、X3 よりなんか強そうな感じだよね。はいはい、これやばい、ちょっと戻してからの。またどうしてもやりたい。いや、ここまで来たら意地になります。ちょっとそこまで来てからの曲げ、こうこうやっ、あ、こっち、そう、はい、そっちに。あー、ちょっと来た。あー、行った行った、ちょっと来た、行きました。やっと。おー、外れた。あー、いいね。両方に残ってるでしょ、はい、接着剤が、はい。お、発火もしてるで、あの海面が。凝集破壊って言うんですけど、はい、白くなってるでしょ、はい、だから、全体がバキッと壊れるんじゃなくて、中でちっちゃくブシブシブシ、プチブチブチブチ、中で少しずつ壊れてる。それで一気に全体が壊れないからパカッと剥がれない。いきなり壊れない。いきなり壊れない。凝集破壊。わあ、両方とも白くなってるんで、
いいね、海面剥離。こうなるかな。これね、コツ分かりました。これ X3 ですけど、うんうんうん、チャレンジする？手怪我しないでね。はい。そっから割れそうでも、それ逆にすればいいね。逆。逆？こっち。そうそうそうすげえ大変そう。いやでもあ行けそう。残念賞です。先にアルミがくたばりました。いやもうこいつ元気なんでいいですよ。これちょっと剥がれかけてたんで。じゃあ X3 と X5 はこれで、はい、とりあえずいいよね、はい、やりたいやりたい。いやいいだろう。これちょっと意地になってくる。これ X3 でしょ。 X3 も、はい、剥がれるんですか。 X3 も剥がれると思いますよ。これもなんかでもアルミが先にやられちゃいそうだ。接着剤で作ったわけじゃないから別段。ああ、うん、これでもどっちが強いかわからない。横から叩いた方がちょっとわかんないけど、うん、ニュアンス的には X5 の方がやっぱり強そうな感じだね。ヒビが入んなかったですよね、うん、あとはやっぱ測定値だな。無理じゃね。お、来た。手怪我 しないでよ。やっぱあの横から叩いたから良かったんだよ。横から、そう、ね、横から叩いたから、ね、うん、だいぶ OK OK ですか、うん、じゃあその3番目ハイブリッド、うん、ハイブリッド叩き壊さなくても感触見ればいいよね。はい、そうですね、うん、なんとなくこの叩いた後に分かります、ね、うん、X3 ハイブリッドいきます。はい、どうでしょう、ちょっと感触今使ってるやつだよ、完全に。あ、ね、3回転で。そうですね、はいはい、ジャンプどうのこうのって言って倉田さんが言ってたやつだもんね。そうですね、うん、やっぱこいつも強いですよね。強い、はい、あ、強いよね。これが X3 より弱かったらちょっと1508ね、入れてる意味がね。そうですね。そこそこ強いよね。いや、めっちゃ強いですね。あ、でも、うん、もしかしたら、お、お、来た、端っこ来ましたね、うん、あ、でもこのぐらい強ければ納得だな。いや、でも3回転で板折れなかったのは初めてかもしれないです、僕。何、去年のシーズンが、うん、1本も1本も折ってないんじゃないですか、去年。折ったかな、折ったっけ去年。折ってないです。折ってないよね、多分。最後僕見たのは手でへし折ったやつです。手でへし折ったやつですか。あの煽りかけてる時。ああ、そうだ、うん、やっぱり接着剤で売ろう。ちょっと待って、これ全部強すぎて比較難しいんですよ。全然全部動いてる。そうだね、はい、うん、納得だね。そして肉体労働半端ない。まだ後があるからやめましょう。そうですね、うん、やめましょう、うん。で、X5? X5、うん、ハイブリッドのハイブリッド、はい、じゃあ、あのパワーあるわ。じゃあ、行かせていただきます。俺もパワーなくなりました。 X5、X5 タミで叩いたんだよね、自分はね、はい、X5 ハイブリッド、このハイブリッドじゃなくて、ね、じゃなくて、ね、100% のやつ叩きます、うん、100% でね。わ、あー、やっぱ強いな。多分これの方が本当に剥がれる気がしないです。あ、そう、いや、これ本当に剥がれる気がしない。見せて、じゃあ。あれは、これは本当だ、本当に壊れてないや。全然壊れないよ。見せてください。全然。まるっきり壊れないよ。本当だ。これは、うん、超綺麗に残ってるもんな。すげえ。剥がれる気がしない。ありゃ。壊れないだ。本当に。これ絶対壊れないです。
これね、でかいハンマーの重いやつ、はい、あとは壊すのは角で壊すんだよね角で壊すかだよね。あら、壊れねえよ、本当に。これ本当に剥がれない、接着剤そのものが。角でやるとちょっと似てきそうなのに、うん、全然そうね。あ、外に出てる接着剤の余りみたいなところすら壊れない、うん、でさ、本当だ、接着剤柔らかくするとこういう衝撃についてくるんだけど、これ硬いんだよね。うん、ほら爪で触ってさ、カチカチでしょ、はいはいはい、柔らか硬いみたいな感じですか。うん、全然さ硬いけど割れない、柔らかさがないでしょ、硬いでしょ、硬くないと強度が出ないんだよ。あ、うんうんうん、ゴムみたいに柔らかいやつはさ、はい、結局強度がさ全然出ないじゃない、伸びちゃって、はい、だけどこう硬いやつってさ、硬くしないと強度が出ないんだよ。だけど硬くしちゃうとパリッと剥がれちゃう、はい、うん、そうなんですよね、うん、そこをどうやるかっていうところがさ、自慢話になっちゃうねいやでもテール直すやつまたちょっと配分とか違うと思うんですけど、すごいあれも強いのに、うん、いざこう固まったの剥がれると思う、結構柔らかいんですよね、あれも、うん、ぐにゃぐにゃで。そうだ、ね、やっぱ柔らかくないとこうしなりがある程度出ないんですよね、うんうん、だけどガラスにさ接着しないとさ、ガラスのあの繊維にバシッと接着しないとさ、はい、結局強度が出ないからさ。ああ。OK。じゃあ X1508。1508。次いますか。本命のは使っても悪くなさそうだよね。はい、これでね。はい、じゃあパワーを持ってる。これでラストだからさ。本気出して。1508も弱くはないだろうけど、強い、それなりに。いやでもこれも全然強い ブレーキ利権のはみんな強いんですよ、すごい全部5点ですどれやっても剥がれる気がしないあ、悪くない、ね、ちょっと浮いてきた、うん、浮いてきた。いや、それが浮かない浮いてねえよね、浮いてる、浮かないです。こっちのメンタルが先にやられる叩いてるメンタル叩かれてるやつやったらすげえぞ。1508が一番弱いような気はするんだけど、そうでもないのかな。手怪我しないで、え、剥がれないです、剥がれないよねミシとも、ミシともなんない、やっぱり柔らかいからな、材料は。ちょっと来た余分なやつからちょっと、はいはい、あ、そうだね、ほんとこうはね、うん、ちょっと俺もうちょっと叩いていいですか。はい、どうぞ。やっぱり X5 と1508のあれハイブリッド良さそう。瞬間接着剤のちょっとだけ比べ物にならないね、比べ物にならないですね、やばい、やばい、やっぱり X5 悪くなさそう、悪くなさそうですね、うん、これ接着剤として売り出したらすごいな、ね、マジで。これ溶接より強いんです。ああ、ある面は溶接より強いんですよ、はい、スポット溶接より強い、これ全体がね、あ、なっちゃうからね。うん、結局スポットほら行ってんでしょ。はいはい、これもういや、はい、お疲れ様でした。じゃあ全然ダメだ、その本命の接着剤が棒です。いらない、いいね、壊さなくてもね、壊さなくていいね、これじゃないの、
え、その貼ってあるやつ。あ、5520。違う違う違う。あの色がついてる。色が、あ、シールが貼ってあるやつ。それこれ、それそれそれ。はい。これあの今販売してる本命の接着剤です。これはあの接着剤として今あの当社が売ってる一押しの接着剤。これ強いよ。マジで。叩きたくない。叩きたくないですね。これ強いですよ。マジで。ええ、まあもういいわね。ちょっとこれでも。うん、はっくりしてる？いや全然ですよ。全然なんですけど。うん、こいつ剥がしたろうか。でもあれの方が強そうだな。X5 の方がなんか。ね、X5 の方が強そうだね、1508と。そうでもない？いや、っていうか、これ多分やばいですよ。やばい？はい。何がやばいですか？なんか壊れそうですか？見そうな感じがないです。密着感半端なくないですか？すごいやばい、すごい方のやばいです。ああ、そうですか、はい、失礼しました。なんかこのひっつき感、なんか見た感じ、わかる、見た、わかる、ひっつき感がやばい。ひっつき感のあれが、うん、あ、そう、全然来なさそう。あ、そう。これはやばい。これは一応接着剤で売ってるやつです。はい。あれ、これ前にいただいたやつ。いや、最近の新設ですか？ちょっと違う、もうこれ古いやつ、ずっと。おお、あのカプセルみたいなやつに入ってる。あ、来た、来た。このわずかなところから。やっぱ壊し方の極意をちょっと噛み始めて。だんだん分かって、壊し方が分かってきたみたいな。やっぱりそっちだ。お、お、これ俺が上手くなってきました。で、壊れるときに。ほら、両方がついてるでしょ、はい、あ、で、真ん中、接着剤の真ん中から壊れてくるでしょ、うん、あ、うん、だから強いんだよね。あ、それでね、業種破壊って言うんですけど、エポキシは硬いからどっちかに残って、どっちかに完全に綺麗に金属の面が出ちゃうんだよね、そうね、うん、で、これも同じく硬いんだよね。硬くて衝撃に強い、うん、なるほど、うん、OK。 じゃあ一応これで点数をつけましょう。めっちゃ難しいんですけど、はい、一応約束通り。だって全部壊れてないぞ。点数つけられないですよね。はい、はい、いいですよ。え、これどういうふうに、どういうふうにでも、ここ、うん、手元。全然してない。意外と大丈夫。意外と割れない。もちょもちょ。壊れるまで。あ、早い。2回。はい。簡単に。これ終了で。はい。で、ほら続けて倒してやります。はい、行きまーす、はい、瞬間接着剤です。壊れた、まだいける。てか叩いたところ2回ですね。2回ですね。じゃあ行きましょう。本命の、本命の 68X3 から1番から行きますか。どこですか、 68X3。ドキドキするな。ドキドキするな。え、これアルミですよね。そう、アルミ。アルミですよね。はい、X3。はい。いきます。X3100%。はい。おー、全然壊れそうにない。どう？全然大丈夫です。一応2回クリアした。2回クリアしました。いや、2回クリアしないとな。これ壊れるんですか？取れる？いや、壊すんだよ。壊すんだ。壊れるまで叩くと、うん、壊すんだよ。4回目。ちょっとこれはもしかして重労働？重労働だよ。だからでかいハンマー落ちたじゃん。5回目。いや、壊れるよ。5回目も。壊れるよ。
多分年間のジャンプ本数ぐらい叩かないと7 ちょっとこう8 おせこい、せこい手に軍手した方がいい、なんか大丈夫です、はい、9やばい、粘るね10だってこれ壊すんだからさ君たちはそうですよね、そうだよ、ちょっと確かに強いな、こんだけやってもね、俺壊れない、先にアルミが壊れそうですね、いやアルミ壊してぶち壊すのさじゃあ手で曲げてみなよ、手で、え手で、手で、うん、いやそれも無理じゃない、いやキー台にして、あちょっと亀裂が入りました、うん亀裂が、はい、あこうやってさ、こうやってこうやって手でさ曲げるんさ、こうやってこうやって手で曲げるんさ、こうやってさこうしてみる、こうやって壊れてきてる、きた、でこうやってさ壊すんだよ力持ってるだろうが俺たちだからさ、あの渡辺さんと田原さんつったらこうやって壊すんさ、これ接着強いね、粘りもあるね、意外と、いやこれじゃあ絶対アルミ板を、じゃあ田原さん待ってるんで田原さん変わるこっちの 点数何点ぐらいで、ある程度田原さんあの叩き壊してみてよ、これすでに10点10点だって自分で使う材料だからさ、5点満点10点X3 強いね、すごいですね、ね田原さんと綿貫さんの感触は同じぐらい強いよね、ばらつきはないよね、すごいっす、うん、瞬間接着剤と違う、全然違いますねこれ、はい、OK、すごい強いよね、すごい、これこうやるとなんかあのアルミの部分が切れそうで、うん、くっついたところそのまま残りそうですよね、うん、でも自分たちこれ壊すんだよ結局あんなラミネートしてんのにやっぱジャンプのあれ飛び込みのさ衝撃ってすごい強いんだよね、だからそうですよね、そう思わない、それ確かに、アルカ発大変だよね、え剥がれてるよ、しないですよやっぱり、いや剥がれるよ、いやあの板から、ああ板から、はい、剥がれるよ、いやほとんど剥がれたことないです、ああ板からね、はい、スキーのね、はい、じゃあ3枚目は壊す必要、誰か希望者いる、3枚目壊したい、すいません、これ僕ギブアップしていいですか、はい、すいません、すいません強すぎました、はい、じゃあそれが X3 ね、今使ってる、はい、はい、希望者いる、はい、はい、何その自信、はい、3枚目あるから、はい、それをやってよ、これ取ったな、はい、これですよね、はい、いやいや無理だよこれを、感触見てよ、X3 強いね、強いですね、 X5 負けだって新製品負けたらやばいっすね強いね、強い相当、うん、あっちゃー強い相当強いっす、あの今までホームページで販売しないって書いてあるけど販売するって買う気がつか強いわ、お剥がれるって言って、でもここまで来てからがどうしよう、剥がして剥がした状況で、あのどういう、はあ、やったえらいおからのからの、でもこっからのどうするかって聞いた無理だろどう考えても無理だろ強いな、で、あとはね、剥がれ方が、あの、うん、両方にくっついてるかどうかっていうのが接着剤が強いか弱いかっていう一
一つは基準なんだよね、パラッと剥がれるかどうかって。ちょっとあとはどうだろう、どうだろう、あ、戻しますか。ごめん。戻せるか分かんないですけど。残念、あ、これ戻せない。強いわ。ちょっと無理ですね。やばい、ほんとすごい、すごい、すげえ。ちょっと瞬間とは比べもなくて、比べもならないですね。なりませんね。てか瞬間諦めますって、こんなに弱いのに。じゃあこれ X3 ね。で、あと2番目 X5 新作です、はい、残り叩ける元気あるかな。最後までいきますか、はい、先行っていいですか。どうぞ。さて新作いきます。新作 X5 です。 X5 まあ、にそやばくともしない、強い、はい、やばい、なんかでもこっちの方が強い気がする。あ、そう。はい、いや、なんかあの強いか弱いか、強すぎてレベルの分からないから、ね、分からないですね。けど全く、あ、強いね。強い感じしますよね、なんか強いね、見た感じ。あの、この接着のところが全然壊れてないよね。全然壊れてないですね。すごいです。うん、確かに。X5 は X5 なりの性能あるかもしれないよ。いや、これはすごい。さっきみたいに曲げてみたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、もうちょっと叩くわ。もうちょっといじめて。これ実はこういう弱い衝撃に弱いんだもん。いやいやいや。そんなことはないっすよ。白輪に強いか弱いかなんだよね。あ、うん、あ、全然剥がれなそう。え、よそう。さあ、田原さん、これで2シーズン持つか。そうですね、なんかちょっときた、ちょっときた。ああ、ちょっときた。でもここあのくっついてるところは全然あれですね。そうだよね、これちょっと出てた分が、うん、手前味噌になりますが、優秀、素晴らしい、うん、いや、マジでちょ、ごめんなさい、はい、田崎さんチェンジです。はい、これね、疲れる。強すぎて疲れる。じゃあ行きます。はい、わあ、接着剤でもちょっといけそう。え、本当だ、全然。これあの縦してみたいんじゃないですか、あの、うん、縦にね、たあ、そうじゃなくて、違う、違う、ここ立てて、こうだよね、そうだよね、うん、もう怖い、剥離。おお、大剥離、大衝撃すごい、一緒に曲がってますね。いやいやいや、釘打ってるみたいだよ。いやいやいや、すげえ、これすげえ。納得だよな。てか、こんな強い接着剤似たなんかあるんですね。ヒビも入ってない。ヒビ入ってないよね。はい、いいの、ちょっと剥がれない接着剤、まあ、いいです、そうだね。なん俺だったらもうちょっとで来るよ。あ、もうちょっと叩けば。こうですか。そう。あ、でもちょっと開いてきました。で、壊れる度合いがどのレベルかだよね。あ、
ちょい。いや無理じゃん。いや壊すまで行こうよ。壊すまで行こうよ。じゃあ最後あ壊したいよ。でも木に刺さってますもん。いや納得。無理。ギブアップです。嫌になってきますよね。壊れなさすぎて。やりたい？やりたい？ちょっと X3 とどう違いがある？なし？いやなんかどうな両方強くて本当わかんないですね。そうだね。でもこういうこともないじゃないですか。こういうこともないですもんね。そうだよね、うん、X3 よりなんか強そうな感じだよね。はいはい、これやばい。ちょっと戻してからの。またどうしてもやめたい。いや、ここまで来たら意地になります。ちょっとそこまで来てからの曲げ、こうグニャッと、はい、そっちに。あー、ちょっと来た。行った行った。ちょっと来た。行きました。やっと。おー外れた。あー、いいね。両方に残ってるでしょ、はい、接着剤が、はい。おお、発火もしてるで。あの海面が凝集破壊って言うんですけど、はい、白くなってるでしょ、はい、だから全体がバキッと壊れるんじゃなくて、中でちっちゃくブシブシブシプチ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 中で少しずつ壊れてる。それで一気に全体が壊れないからパカッと剥がれない。いきなり壊れない。いきなり壊れない。凝集破壊。わあ、両方とも面白くなってるね。いいね、海面剥離。こうなるかな。これね、コツ分かりました。これ X3 ですけど、うんうんうん、チャレンジする。手怪我しないでね。はい、そっから割れそうでも、それ逆にすればいいね。逆。逆？こっち。すげえ大変そう。いやでも。あ、いけそう。残念賞です。先にアルミがくたばりました。いやもうこいつ元気なんでいいですよ。これちょっと剥がれかけてたんで。じゃあ X3 と X5 はこれで、はい、とりあえずいいよね、はい、やりたい？やりたい？いや、いいだろう。これちょっと意地になってます。これ X3 でしょ。 X3 も、はい、剥がれるんですか。 X3 も剥がれると思いますよ。これもなんかでもアルミが先にやられちゃいそうだ。接着剤で作ったわけじゃないから別段。ああ、うん、これでもどっちが強いかわからない。横から叩いた方が、ちょっとわかんないけど、うん、ニュアンス的には X5 の方がやっぱり強そうな感じだね。ヒビが入んなかったですもんね、うん、あとはやっぱ測定値だな。無理じゃね。お、来た。手怪我 しないでよ。やっぱあの横から叩いたからよかったんだよ。横から、そう、ね、横から叩いたから、うん、だいぶ OK。 OK ですか、うん、じゃあその3番目ハイブリッド、うん、ハイブリッド叩き壊さなくても感触見ればいいよね。はい、そうですね。なんとなくこの叩いた後に分かりますね、うん、X3 ハイブリッドいきます。はい、どうでしょう感触。今使ってるやつだよ完全に。あ、ね、3回転で。そうですね、はいはい、ジャンプどうのこうのって倉田さんが言ってたやつだもんね。そうですね、うん、やっぱこいつも強いですよね。強い、はい、あ、強いよね。これが X3 より弱かったらちょっと1508、ね、入れてる意味がね。そうですね。そこそこ強いよね。いや、めっちゃ強いですね。あ、でも、うん、もしかしたら、お、お、来た。端っこ来ましたね、うん、あ、でもこのぐらい強ければ納得だな。いや、でも3回転で板折れなかったのは初めてかもしれないです、僕。何、去年のシーズンが。うん、1本も1本も折ってないんじゃないですか、去年。折ったかな。折ったっけ去年。折ってないです。折ってないよね多分。最後僕見たのは
手でへし折ったやつです。手でへし折ったやつ、うん、あの煽りかけてるとき。あー、そうだ、うん、やっぱり接着剤で売ろちょっと待って、これ全部強すぎて比較難しいんですよ全然全部5点。そうだね、はい、うん、納得だね。そして肉体労働半端ない、うん、まだ後があるからやめましょう。そうですね、うん、やめましょう、うん、X5? X5、うん、ハイブリッドのハイブリッド、はい、じゃあ、あのパワーあるわ、じゃあ行かせていただきます。俺もパワーなくなりました。 X5、X5 タミで叩いたんだよね、自分はね、はい、X5 ハイブリッド、このハイブリッドじゃなくて、ね、じゃなくて 100% のやつ叩きます、うん、100% でね、うわ、あーやっぱ強いな多分これの方が本当に剥がれる気がしないですあ、そう、いやこれ本当に剥がれる気がしないおう、見せて、じゃあ、あれはこれは本当だ、本当に破壊力がないや、全然壊れないよ、見せてください、全然まるっきり壊れないよ、本当だ、これは、うん、超綺麗に残ってるもんな、すげえ、剥がれる気がしない、ありゃ壊れないだ、本当にこれ絶対壊れないです。これね、でかいハンマーの重いやつ、はい、あとは壊すのは角で壊すんだよね角で壊すかだよね。あら壊れねえよ、本当にこれ本当に剥がれない、接着剤そのものは角でやるとちょっと似てきそうなのに、うん、全然だもんね、あ、外に出てる接着剤の余りみたいなところすら壊れない、うん、でさ、本当だ、接着剤柔らかくするとこういう衝撃についてくるんだけど、これ硬いんだよね、うん、ほら爪で触ってさ、カチカチでしょ、はいはいはい、柔らか硬いみたいな感じですか、うん、うん、全然さ硬いけど割れない、柔らかさがないでしょ、硬いでしょ、硬くないと強度が出ないんだよ、あ、うんうんうん、ゴムみたいに柔らかいやつはさ、はい、結局強度がさ全然出ないじゃん、伸びちゃって、はい、だけどこう硬いやつってさ、硬くしないと強度が出ないんだよ、だけど硬くしちゃうとパリッと剥がれちゃう、はい、うん、そうそうなんですよね、うん、そこをどうやるかっていうところがさ、自慢話になっちゃうねいやでもあのテール直すやつまたちょっと配分とか違うと思うんですけど、すごいあれも強いのに、いざこう固まったの剥がれると思う、結構柔らかいんですよね、あれもグニャグニャで、そうやっぱ柔らかくないとこうしなりがある程度出ないんですよね、だけどガラスにさ、あの接着しないとさ、ガラスのあの繊維にバシッと接着しないとさ、はい、結局強度が出ないからさ、 OK、 じゃあ X1508、 1508、うん、次いきますか、本命のは使っても悪くなさそうだよね、はい、これでね、はい、じゃあパワーを持ってるこれでラストだからさ本気出して1508も弱かないだろうけど、強い、それなりに、いやでもこれも全然強いブレーキ利権のはみんな強いんですよ全部5点ですどれやっても剥がれる気がしないあ、悪くない、ね、ちょっと浮いてきた、うん、浮いてきた、いや、それが浮かない、浮いてねえよね、浮いてる、浮かないです、こっちのメンタルが先にやられる
叩いてるメンタル叩かれてるやつやたらすねえぞいちご丸八が一番弱いような気はするんだけど、そうでもないのかな。手怪我しないで。え、上がれないです。上がれないよね。ミシともミシともなんない。やっぱり柔らかいからな材料は。ちょっと来た来た、余分なやつからちょっと、はいはいはい、あ、そうだね、ほんとこうはね、うん、ちょっと俺もうちょっと叩いていいですか。はい、どうぞ。やっぱり X5 と1508のあれハイブリッド良さそう。ボキシって瞬間接着剤の比べ物にならないね。比べ物にならないですね、うん、やばい、やっぱり X5 悪くなさそう。悪くなさそうですね、うん、これ接着剤として売り出したらすごいな、ね、マジで。これ溶接より強いんだ。ああ、ある面は溶接より強いんですよ、はい、スポット溶接より強い。これ全体がね、あなっちゃうからね。結局スポットほら行ってんでしょ。はいはい、これもう嫌お疲れ様でした。じゃあ全然ダメだ。その本命の接着剤が棒です。いらない、いいね、壊さなくてもね。壊さなくてもいいね。え、これじゃないの。え、その貼ってあるやつ、あ、5520。違う、あの色がついてる、色が、あ、シールが貼ってあるやつ。それ、はい、これ、あの今販売してる本命の接着剤です。これはあの接着剤として今あの当社が売ってる一押しの接着剤、うん、これ強いよ、マジで。叩きたくない叩きたくないですね。これ強いですよ、マジで、ええ、まあもういいわね。ちょっとこれでも、うん、はっくりしてる。いや全然ですよ、全然なんですけど、うん、こいつ剥がしたろうかでもあれの方が強そうだな、 X5 の方がなんかね。X5 の方が強そうだね、1508と。そうでもない。いや、っていうかこれ多分やばいですよ。やばい、はい。何がやばいですか。なんか壊れそうですか。見そうな感じがないです。密着感半端なくないですかすごいやばい、すごい方のやばいです。ああ、そうですか、はい、失礼しました。なんかこのひっつき感、なんか見た感じ、分かる、ひっつき感がやばい。ひっつき感のあれが、うん、あ、そう、全然来なさそう。あ、そう。これはやばい。これは一応接着剤で売ってるやつです。はい。あれ、これ前にいただいたやつ。いや。最近の新製品ですか。ちょっと違う、もうこれ古いやつ、ずっと。おお、うん。あのカプセルみたいなやつに入ってる。あ、来た。あ、来た。このわずかなところから。やっぱ壊し方の極意をちょっと噛み始めてるね。だんだん分かって、壊し方が分かってきたみたいな。やっぱりそっちだ。お、お、これ俺が上手くなってきました。で壊れる時にほら両方がついてるでしょ。はい、あ、で真ん中、接着剤の真ん中から壊れてくるでしょ。あ、だから強いんだよね。あ、それでね、凝縮破壊って言うんですけど、エポキシは硬いからどっちかに残って、どっちかに完全に綺麗に金属の面が出ちゃうんだよね。そうね、うん、でこれも同じく硬いんだよね。硬くて衝撃に強い。じゃあ一応これで
点数をつけましょう。めっちゃ難しいんですけど、はい、一応約束通り。だって全部壊れてないぞ。点数つけられないですよね。